牛角カルビがすごいのかご飯がそれを引き立てるのか、もうどっちでもいい、牛角最高。夏のスタミナ祭り、思いっきりうまい肉、牛角。橋本環奈さんです。よろしくお願いします。うちは設定としては地元の友達と牛角にやってきた感じの形になってます。はい、お願いします。お願いします。ここかな。はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。はい、本番よーい。はい、まあ、今みたいにあのカメラに対してこういう向きで、で、まあ、そのまま勢いよく食べてもらって、よーい、はい。素晴らしい。よーい、はい。あがっ、はい、こっちもまた、ね、楽しく、おいしいねって感じ。いきまーす、はい、よーい、はい。素晴らしい。じゃあ以上をもちまして橋本環奈さんの撮影終了となります。ありがとうございました。すごいびっくりしました。私高校生の時にすごい通ってまして、その理由が一番仲いい親友が牛角でバイトしてたんですよ、ずっと。でだから福岡で高校生活をしてる時にもう何かあればことあるごとに牛角に行って焼肉を食べていたので、すぐ報告しましたね。まさかの CM に起用されることになったよっていう。いや楽しかったですね。すごくやっぱり、まあ、絵コンテがもう食べて食べて食べるっていう感じの絵だったんですけど、まあ、実際多分つながってるの見たら相当お腹がすく CM になってるんじゃないかなと思っていて、もう焼いてる時からもうこれ実際のね店舗で撮影してるので香りであったりだとか本当に牛角の店舗に来てるなっていう、ちょっとプライベートに近いような感じの楽しい撮影でした。でも私割と焼き奉行だったりするので、まあ、奉行というか行く人にもありますけど、大体私自分で焼いてどうぞどうぞって配っちゃったりするので、あそこまで一人で食べて夢中になってるってあんまりないですね。基本焼いて食べて、で食べるのが極端に遅いので間に合わないぐらい急いで頑張って食べてるっていう感じです。どんな時だろう。でも私結構行きますね、焼肉は。家族とも友達とも行きますし、なんだろう、どんな時かな。でも小さい時からやっぱり家族とかで行くのはもうちょっとお祝いみたいな、誕生日だから焼肉行こうみたいな、そのすごく特別感がある感じがしますね。なんだろうな、なんか割と夢中になってるとなんかこう集中しすぎて結構声が届いてないみたいなことも結構あるぐらい割と集中する方だと思うんですけど、特に漫画が好きで移動中とか漫画を読んでることがすごく多くて、それは本当に没頭して夢中になって読んでますね。だから
読んでる時に友達とかから話しかけられても、あ、ごめん、なんて言ってたみたいなことが結構多くて、うん、みんなでお家で集まってる時とか、うん、普通に漫画読んでたりしますね。今日の撮影みたいに本当に周りを気にせず没頭するっていう面で言うと漫画が近いのかなと思います。皆さんこんにちは、橋本環奈です。この度牛角の新しい CM キャラクターに起用されました。今回焼肉愛があふれている CM を撮影しました。見るだけで美味しそうな、見るだけで食べたくなる CM になっていると思います。いかがでしたか？私自身も焼肉が大好きなので、これから牛角の魅力を伝えられたらと思っています。以上、橋本環奈でした。牛角カルビがすごいのか、ご飯がそれを引き立てるのか、もうどっちでもいい、牛角最高。夏のスタミナ祭り、思いっきりうまい肉、牛角。